はい、皆さんこんにちは。リスクハウスの隊長です。今回は子供やおばあちゃんでも火事が発生した時に脱出できる方法を解説していこうかなと思います。まあ、なぜこれを言うかというと、僕消防の現場行った時に2階から煙とか黒煙がバーって助けてっていうシーンがね、実際にあったんですよ。で、皆さんもそれってドラマとか映画で見たことあると思うんです。だからそれがもし子供とかおばあちゃんとか、まあ皆さんもそうですよね、なった場合どうやって脱出するの、飛び降りたらいいのっていうと、もっと身近に安全安心なものがあるよ、それを使って脱出しようねっていうのを今回解説していけたらなと思います。準備してほしいものっていうのがまずこちら、はい、これ避難はしごって言ったり避難タラップって言ったり、まあそういうマンションとかであれば避難ハッチっていう下の階に逃げれるよっていう避難ハッチっていうのがあったりするんですけど、まあ一戸建て、一軒家で2階から、まあ、緊急脱出するための何かものとか方法っていうので言うと、消防士とかはこういうのを持ってたりします。で、実際このものっていうのは、ほんじゃめちゃくちゃ高いんちゃうかって思われる方多いと思うんですけど、だいたい1万円前後で買えたりもするっていう、もう安価な時代、めちゃくちゃ安くなった。昔は1個これ10万円とかしとったから、まあそれに比べるとめちゃくちゃ安価で、まあ寝室とかに置いておくと、もしも寝室って、まあ寝てる時にね、火事が発生して逃げ遅れ、死亡時間帯もやっぱり深夜が多いんですよね、火災現場では。じゃあ、子供やおばあちゃんのほんまに使えるのかっていうと、まず重さやね。重さで言うと、だいたい3キロから5キロのものが主流。多い。だから、まあ子供やおばあちゃんでもできるよね。女性でも多分片手で持てる人多いと思う。次に、いやいや、ほんじゃ、使い方やと。こんなん見ても、わからん。っていうところで言うと、使い方は、基本的にかけて、外す。もうこの二つだけ覚えて。かけて外す。で、基本的にはね、こういう避難はしごとかの使い方って、こういう感じでまとめられた絵とか説明が必ず書いてる。必ず。どのメーカーも絶対書いてるから、まあこれを見て、まずできるよ。一般のご家庭でもしこれを準備するなら、もしこれを使う場面が来たらどうしてほしいのかっていうところを3つ覚えておいてください。1つ目、寝室にあるソファー、ベッド、枕、敷布団、全部下に投げろ。クッション性衝撃吸収ができるものを徹底的に下に投げる。その上でこれを設定するっていうこと。次に、乗り降りするところのポイント。急いで、ブワーって降りるっていうことをしない。一歩ずつ、設置面積は、1本、2本、3本、4本。右手左手、右足左足、これ4本、基本的にこの4本を使ってしっかりと降りていく。その時にやってほしいのが3点指示っていう消防のやり方があるんですよね。1個降りる時は1個足を離してるっていう状態でも3点どっか固定できてるよね。3点指示できてる状態を必ず維持して、一歩ずつ降りていくっていうことが大事ですと。はい、では早速かけていこうと思うんですけど、これを使う場面っていうのは窓からこれを使ってください。今撮影所ベランダのこういうところを使ってやるけど、基本的に窓枠にかけるもの、窓枠にかけるっていうのをやってください。かけていきます。これをまず外に出す。で、ただただこうかける。まずかける。で、かけた後これは開く。開いてください。で、開いた時にこれ、ここをしっかりとまっすぐにする。はい。で、これ窓枠にかかってるっていう状態を作ってください。で、この黒のマジックテープ、黒のマジックテープを剥がすだけで下にダラーンってはしごがかかりますと。で、こういうところを確認していってください。伸びてるのかっていう。じゃあ次にこのマジックテープを剥がします。ここを持った上でこれを外すだけでずるずるっていきます。はい。で、地上についてるのを確認する。はい、じゃあ降りていこうと思います。で、降りる時の姿勢は極力こう高い状態からいかない、極力壁沿いで低い姿勢で、お尻から両足を出すイメージ。
この状態で今4点指示で、設置面積を大きくして一段一段降りていきます。はい、この状態一段一段そーっと降りる。ここまでいけば、あとはゆっくり一段一段使っていくだけです。はい、でこの状態でこういう状態で、これが離れると危なくなります。こうやって足が極力壁に足をつける。離れると不安定になってこうやって揺れるから足をこっち側につける。はい、じゃあここから一段一段降りていきます。これが今3つで指示してるのが3点指示。はい、4つ目これ4つ4点指示で、腕を変える時もこのままもう一段降りてた方が楽やったんで、もう一段降りて3点指示。これが怖いと思うんで、次持つのはバー1、これも今4点指示だね。2、こういう何もないところだと不安定ってくるから、不安定でもそーっと降りる。ここを使って降りた理由は、壁のある時すごい安定して降りたんですよね。多分映像でも伝わってると思うんですけど、ただ壁がなくなった時足グイッて入り込んだでしょ、こんな状態になったでしょ。だから基本的にはああいう壁がないところに避難はしごを垂らした場合は、はしごと体を平行にするっていうところがポイントなんで覚えてください。壁があった場合はこっからちょっと離してこういう角度でもいいよ、こういう三角形でもいいよって言ったんですけど、こうね、これでもいいよと、足ここ、足こうやってこれで降りていった方が楽だよ。ただ壁がなくなった場合、これをやってしまうとグイッて入ってくるんですよね。その時に手も足も体力もめちゃくちゃ奪われる。だから壁がないところでは体とはしごを平行にする。こうやって伸ばさない、平行、平行にして降りるっていうところがポイントなんで、必ず覚えておいてください。結構力いるんですよね、この時点で。不安定やし、もう不安定でしょ、これめっちゃ腕に力入ってるんですよ、こういう状態。腕にだから力がない人は難しい。はい、もうめちゃくちゃ不安定でしょ、これを見てほしかったんですね。今の分かりますよ。下になったら壁がないから一気にこう足持っていかれてめちゃくちゃ降りづらそうになってませんでしたか。これ消防士もめちゃくちゃ危険なので、皆さんも自分の家に避難はしごを置くなら、壁沿いのある窓枠の真横にこれぐらいがスペース、これぐらいのスペースだから置いておいてほしいなと。それが子供やおばあちゃんとか自分の助かる命を助ける方法につながってくるので覚えておいてください。はい、ということで今回の動画良かったと思う方は、いいねやコメント、自分の大切な人にシェアしてください。助かる命を助けるために。砦で試験直前超集中プラン始動。論文試験、体力試験、面接試験が目前に迫っているあなたを徹底的にサポート。論文を選んだ方は論文添削と総評を、原点箇所を指摘し、より正確な消防論文に。体力を選んだ方は模擬体力試験に本番直前に回数が上がるコツとポイントを徹底指導。面接を選んだ方には本番さながらの緊張感を持った模擬面接試験に面接カードの添削ができます。試験は個人戦じゃなく総力戦。あなたが人生をかける大事な日に、砦は全面バックアップいたします。